じゃあ、ご無沙汰します。よし、元気ですか？元気だよ。コロナ1年だって。おめでとう。何でおめでとうなんですか？いやいや、こう生還したということ。亡くなった方もね、本当たくさんいらっしゃって、いや、あの時はもう宇多川さんにほんまにね、励ましてもうたっちゅうんですかね。いやいや、僕もあんまり人に会う時はちょっとまだね、犯罪者みたいな感じもあったし、った人に言いにくい時じゃないですか。いや、だってさ、あっちゃんがさ、あんなに元気がなくなるとは思わなかったもん。最初永長氏で入院しましたわ言ってたのが、そのうち電話もかかってこなくなって、メールも返したら返信ないし、そうね、あの、あれが重たくてモテなかったんですよ。いや、言ってたよな、はい、で元気になったら PL の後輩同級生が、あれ、あ、僕はちゃんと言うと吉本ね、吉本っていう同級生がいるんですよ。あー、 PL チャーハン持ってこい言ってまた、まんまいやな言うて、一緒に持ってきた帽子ボロカスやったな。帽子もこうなんか深めに被らないかんから言うて、お前もちょっと赤いの言うて、色が緑に水色って、お前どこでこうてんやそれ言ってだけどお前、それだけ体でかかったら帽子かぶっても分かる。帽子はそのサイズ、普通のフリーサイズで大丈夫ですよ、帽子は。いや、体の話じゃない。吉本に、お前な、吉本に、お前あれどこでこうたんやあれ、多分お前家にあった余りもんやろって言ったんです、僕は。100均やと思った。はい、100均100均でもあれ売ってないですよ。でも看護婦にも怒られとったな、やかましい言うて。話せるようになったら電話ガンガンでかい声で喋ってくるから、一日ね、あこに行ったらほんまに気苦しくなるんですよ。まあそうだろうな。ほんならもうあんまりね、そんなありやから宇多川さんに言ってて、僕も嬉しくてね、喋ってたらさ、電話かかってきたの、館内電話。宇多川さん、隣から苦情来てますよ。そりゃそうやろ、あれだけ。あれは僕も反省しました。いやでもさ、大体入ってたのが集中治療室だからね。そうなんですよ。そうなんですよね。隣のコロナの方ばっかり、でもね、全くどんな方がいるかもわからないわけじゃないですか。まあそりゃそうだよ、接触禁止やから。でもね、それは僕反省してるんですけど、僕ね、あんなしんどい時にあの横で笑い声とかされたら僕も腹立ったもんですよ。いや、そりゃそうだ。でも怒れないだろ。怒る元気ないですよ。そうだろ。だからちょっと、まあ、いいように考えて、横の人はね、ちょっと電話する元気あったんやと。お前電話する元気あったんや。だからホッとしたんで、自分で言い聞かせて、ものすごい申し訳ない気持ちで。いや、壁も叩けんかったんやって。だから僕は携帯持てなかったんですよ、重たくて。だから、あの受話器を取れたわけですから。なるほどな。いやでもなんかこの1年間やっぱ早いですね。だよな。でもあえてコロナなんかね、かかってあんな経験ってなかなかできないじゃないですか。いや、それはできないよ。でまたかかった時期がね、4月ですよ、うん、まだ野球がなくてよかったな、開幕は遅れって。でも開幕もね、3ヶ月遅れたわけでしょ、うん、当時はどうなるか分からへんっていう怖さがあったじゃないですか、うんうん、でも本当よかったですよ、うん。ね、あのやっぱり痩せたじゃないですか。それもなんか自分でもものすごいね、よかった。いや、よかったでしょ。もうよかったよな。よかった。なかなか痩せれないでしょ。どうですか。痩せれない。痩せれないでしょ。痩せれない。なんで俺の髪の毛、なんで最近髪の毛伸ばしてるんですか。なんでってちょっと、いやなんかね、優しくなる。ちょっと、いや、それは、ま、よく言い過ぎで、いや、帽子取ってくださいよ。老けた。マジで、うん、もっと短い時の方がスポーツマンらしかったけど、なんかね、おじいちゃんなってきた。お前に言われたくないよ。顔もなんかおにぎりせめになってきたよ。お前ボロカスよな。いや、ゆうたさん、ほんとこうなんかいつもシャキッとしてたじゃないですか。伸ばすなんか理由なんですか。いや、柔らかくする。もう十分柔らかいじゃないですか。そうか、柔軟性あるから。自分でね、髪の毛、これなんか薬飲んでるんですか。飲んでない。僕ほら抜けたじゃないですか。だからもうそう気持ちわかるんですよ、抜けたから。いや、髪質変わったらしいな。変わったし、やっぱりね、あの抜け出すと、もうそう気になりますね。ねえって、俺もう抜けてるから分かるわな、お前。いや、また生えてきてるじゃないですか、宇多川さんは。いや、それは育毛剤な、今、一生懸命やってる。リアップとか。いやいや、ニューモ。あれ、いいらしいですね、うん。オリックスのここに入ってるやろ、ニューモって。あれ、大概の人が分からないから、ニューモって入ってても。ピンときました。おニューモやんか、えて。ちょっと待って、前置き長すぎる。それまでいいんですよ。いいな、いいんですよ、いいんですよ。いや、それで、はい、まあセパとも一回りしたやない。しましたね。一回りして、はい、まずセリーグ、はい、感じることって何かある。まあまあ、前評判通りタイガースがチーム的にですよ、うん、いいスタート切ったというところと、やっぱり、うん、DeNA がやっぱり外国人が主力ということで、うん、ちょっと苦しんでると
まあ、例えば、はい、外国人がいなかったら、はい、いたら、はい、で分ける見方を、まあ、ちょっともうちょっとこの位置にはいないと思いますよ。もうちょっとやっぱり点入ってるんちゃいます。ああそうか、やっぱりオースティン外おったら、うん、もうちょっと点入ってると思うし、まあ、怖いっちゃ怖いわな。で牧があれだけブレイクしてるしね。で、まあ、ちょっとコロナが出てね、うん、でもちょっと不思議なのはヤクルトなんかその内川奥というところにねコロナでいないけど結構頑張ってると思うんです、ヤクルト。いや頑張ってるよ、村上がすごいじゃん。まあ、ほんで他のね選手もやっぱり入れ替え立ち替わりやけど、まあ、チャンスやと思って頑張ってるますよね。お前やって見てる？見てますよ本当に見てますよ。お前アシスタントに任せてない、野球見るのもう誘導されてないか。えらいこと言いますよ。いや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 、なんか他人事で喋るからさいやいや見て、でもねあれね、ほなね、まあ6試合やってるじゃないですか、うん、なんかどういうふうに見てます？チャンネルパチパチ変えてるわけじゃないでしょ、家で見るとき。いや でもデータを追ってる。どうやってですか？携帯で。全試合の？もう全試合で誰が打ったとか、これがチャンスやとか思ったらチャンネル変えてるんですか？変えるときもある。ほんまですか？いやいや、なんで嘘なんだよ僕は。まあまあでも関西におったら阪神中心になるやろ。だから2画面にするときあるんですよ、2画面もう2画面何がないか分からへんですよ2画面見て違うとこでね、まあ、テレビ3試合見れるわけですよ。ほんでもう誰が打ったか誰が投げたか分からへん時あるもんまあな、まあそういうことはあるわな。で2画面にしてもあれ声はどっちか片方しか出ませんから。ああそりゃそうだよ。だから集中しとかなあかんでしょ。だからもうものすごくくたびれるんですよ3試合見てたら。ちょっとゆっくり見よう。ゆっくり、まあ一球一球見ようとしてるやろ。そうですね、それはあります。いやだから肝ってあるじゃん野球の。なんで俺が味方講座しなきゃいけないのいやだからあのビデオ撮ったり見てる、ビデオ撮ったりして見てますよ。あ見てる、俺もビデオが撮ってる。ビデオ撮ったらねすぐ早送りしまうでしょ、うん、早送り。いやそれはそうだよ。でしょ、そんなんずっとは見てらんないよ。そんな暇あるの？暇見てますよ僕そう。いやほんでどうですか？いや阪神、いやいや、やっぱ阪神は、はい、やっぱこうパワーとスピードの融合がすごいな。まあね、まあ、主力のね、うん、藤川、能見、福留という3人がね、うん、チームを退団してやっぱりそこに新しいのが入ってきたじゃないですか、うん、それで今言われてるスピードで言ったら、まあ、中野が入ってそこに近本がいますよね。でパワーで言ったら佐藤でしょ、うん、でまたその先発で外国人が2枚揃ってたっていうのが大きいじゃん、うん、これね、これで超大きいんですけど、うん、今度ロハスっていうのがまた来るんですよ。いいな。どうするか、どうします？いや俺3番に入れると思う。どっち落とします？ファーストのマルテ。マルテ野球見てます？見てるよマルテが出てけへんことは。いやいや大丈夫かなお前。いや最近漢方飲んでんね物忘れのえ飲んでるんすか？飲んでる。ちょっとやっぱあります物忘れ。もう還暦行為ではちょっと感じます。いやそんなことないけど。いやどっちなんですか？違う違う、タオさん来たらこの前ひどかった名前が出てこんで漢方勧めといたから。タオさん魚の名前はよく覚えてられます。そうだな、漁師やからお前ひどいこと言うな。偉いこと言うでほんまに怖いわ。いやだけど、はい、だから阪神はそこら辺ではまあピッチャーはいいって言われてたし。いやもともとピッチャーのチームですから。で、はい、藤浪がまあ DeNA 戦で勝って、うん、まあ安定してるよねある程度の投球としては。やっぱりね金曜日エース同士当たるじゃないですか、うん、そこであえてまあ、安定した投球したっていうのは大きいですよね。大きいよな、はい、で勝てたというのも大きいし、はい、でやっぱ広島やっぱ仲が良くなってきたな。やっぱこのねルーキーさんに、名前言ってみ。ね、森浦、大道、栗林と。お出たね。僕これはずっと前から言ってるんですよ。うん、もう豊さんが言われる前から、僕は2月から言ってるんやから。あそう。もう全然良かったですもん。僕はね1位2位は分かるんですよ。栗林はまあね都市対抗でもトヨタ自動車似てるし、森浦っていうのはね天理大学で天理高校左でよく綺麗な色を取ったんですよ。大道っていうのはね僕阪神戦を取った時にびっくりしましたよ。よかったボールが強くて、うん、だから入ってた時のこチャンネルで打ったんですけどライアン小川みたいな。でも栗林いいな。いいですね。グラウンドに礼をするっていうのはどう思う？松山君のキャディもしてましたね最近。いやそうどう思う？僕あれはもう賛否両論あって自分の野球にかける姿勢とかねお前 PL やろお前。いや僕お前礼に始まって礼に終わった男じゃないのか。まあ辰巳がいつも礼してますよね。そうだろ。でも僕はもう勝ち抜いた時は礼するの忘れて勝ち抜いた時あるんですよそれはしょうがない。これあかんと思ってちょっと心の中で礼する時はありますけど素晴らしいことですよ。いや大道がベンチから出る時にまず一礼するんだよ。
でラインをまたぐ時にまた一礼して入るんだよ。2回はいらんね、1回入れちゃうかなと思う。言えないか、話の腰を折るなよお前。いやサマオリーブそれを。いやだけど、はい、そういうのがあるっていうのは俺は素晴らしいと思うんだよね、精神が。だからね、これは例えばこれからねすごい成績残していってもそうやってなんかやってほしいなっていうのがあります。みんなそういうの初めそうしてるけど、やっぱり成績残してしまうとちょっとこう、まあ、大変になる選手をたくさん見てきたじゃないですか。まあ確かに。でもそれって素晴らしいと思いますよ。例えばあの3枚役が終わって、やっぱ後ろしっかりしてると、9回打ち切りっていうのはあるし、カープっていうのは昨年も逆転負けがめちゃくちゃ多かったチームじゃないですか。開幕からもそれでちょっとこうリズム乗れへんかったけど、あの3人が入ったことによってちょっと締まってきたですね、うん、いやそれと菊池がいいな、今年いいですなあ、はい、ただ一番にこれから苦しむかもからね。だから今年田中がね、うん、昨年からちょっとやっぱりね状態が上がらないじゃないですか。上がらないな。だからそこで小園です。小園大丈夫かな、乗ってこないですね小園に関して。いやいや違うファームでもあんまり打ててないんだよな、ね、こうちょっと追ってるけど。だから、まあ、そこら辺がちょっと心配なところで、俺矢野っていうのが出てくると面白いなと思う。育英アジアね。そう僕ねまだねあれオープン戦でね藤浪の150何キロ、うん、ここ来たんですよ。やっぱ逃げずにパンとパンとショットですよ、うん、やっぱアジアですよ育英アジア。やっぱ顔もヘアスタイルも育英アジアですし、お前出てる高校とか大学にこだわるな。いやそれやっぱりさっき言ったように教えですよ、レースの教えと一緒ですよ。教えだろ